皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加瀬子と申します。れいわ新選組の大石あきこ議員が、維新の音喜多議員に対して、陳竹林という差別用語とも言える容姿批判をしているということで、私は令和を推しておりますし、インボイス制度は反対しておりますけれども、だからといって、そのインボイス制度に賛成している人に対して、容姿批判するというのは絶対にありえないことです。こんなことやってるから令和はダメなんですよって言われるんですよ。私は令和を応援してますし、大石あきこ議員も応援してますし、インボイス制度は反対ですけれども、こういう言い方でしか反対できないから導入されちゃうんです。だから左巻きはダメなんですっていうことを、本当にね、この事例でもしっかりね、考えた方がいいんじゃないかなということで解説をしていきたいと思います。この陳竹林ということに関してですね、陳竹林というのは、器が小さいの意味で使ってますという言い訳をしてます。そして、ちっちゃいやつだな、器がとの批判を込めて陳竹林と言いましたと。容姿への批判と受け取られる言葉であった点につきましては反省してます。いや、反省してますけど、陳竹林って言ってて、その投稿を残してるじゃないですか。全然謝罪する気ないですよね。だったら即刻削除して、謝らないとダメですよね。これ。陳竹林、だからそのもう容姿批判って今、本当にルッキズムに対するその批判って、もう政治家だろうが、まあ経営者だろうが、もう致命的なんですよ。そんなことは絶対にやっちゃいけないっていう、その世の中の流れで、そういうことで、そのインボイス制度に対してですね、賛成か反対かということをまともに議論すればいいのに、そういう容姿批判とも受け取られかねない、差別用語とも受け取られないかねない言葉を言ってしまうっていうのは、本当にダメです。本当に、だからこんなことやってるからインボイス制度が導入されちゃうんですよ。こんなことやってるから自民とか維新がもう躍進しちゃうんですよ。こんなことやってるから令和が伸び悩むんですよ。しっかりしろよっていう話ですよね。で、この陳竹林という言葉、辞書で調べると、背が低いこと、またその様、背の低い人をあざけっていう言葉ということで、背の低いという容姿に関して、それをあざける言葉であると。完全にこれ差別用語ですよ。いや、私は知らなかった。器がちっちゃいっていう意味で使ってました。だから許してねっていうことでは絶対にダメです。削除して、すぐさま謝罪すべき案件です。わかってますか？だからそういうことするから令和ダメなんですよ。だから応援、いや、私令和応援してますけど、いや、だから陳竹院とかそういう容姿批判してるバカな議員がいるよねとか言われちゃったら、もう何も言い返せないじゃないですか。そういうこと言ってる人がインボイス制度反対してるんだよね。だからインボイス制度反対してるやつはバカなんだよって言われたったら、もうそれまでじゃないですか。ダメですよ、そういうこと言っちゃ。で、さすが音喜多議員、音喜多議員の方が完全に器が上じゃないですか。これに対して、いや、例えば音喜多議員が、これ容姿批判ですよね、人権侵害ですよねって言ってもいいところ、呼ばれて飛び出て陳竹林ということで、大石あきこさんはテレビや SNS では口汚いけれども、実際に対面で会うと意外と良い人かもしれないということで、もう完全に音喜多さんの器が上じゃないですか。いや、これに対して音喜多さんが許せない容姿批判だって言ってもいいところを、この余裕を見せて良い人かもしれないっていう流し方をしてる。もう完全に器が違うじゃないですか。器がちっちゃいのどっちですか？令和ですよ。大石あきこ議員の方が器がちっちゃいんですよ。だからこんなことやってるから令和が全然躍進もできないし、そのインボイス制度、賛成の制度がどんどん躍進しちゃうんですよっていうことで、反対の仕方、批判の仕方を考えないから、実際にダメな制度がどんどん導入されてしまうということです。何度も言いますけれども、私は令和を応援してますし、大石あきこ議員も応援してます。まあ、音喜多議員も応援してますけれども、維新は大嫌いです。それから、インボイス制度はめちゃくちゃ反対です。あんな腐った制度、本当に即刻中止すべきだと思ってますけれども、だからといって、陳竹林という批判は絶対にダメです。こういうことをやってるから令和がダメなんだよなって言われかねないので、すぐさま謝罪して投稿を削除するべきなんじゃないかなというふうに思います。